ゴッチ大輔は、愛媛県今治市出身の元プロ野球選手。今治市立菊間中学校では保守だったが、新田高等学校時代に、性保守争いに敗れ、2年夏までは控え保守。内野手を経て投手に転校した。卒業後は、早稲田大学人間科学部へ進学。早稲田では、和田武氏や清水大輔に次ぐ投手として、1年春から2年、秋まで無傷の11連勝。 総大野球部史上初の東京6大学リーグ4連覇に貢献した。3年時には一時調子を落としたがすぐに復調し、秋には防御率1.01で最優秀防御率賞を受賞。大学時代の通算成績は43試合登板し15勝5敗、防御率2.61。投球回数を上回る205三振を奪った。2005年の大学、 社会人ドラフトで読売ジャイアンツから4巡目指名を受けて入団。2006年、2007年と一軍登板なし。2007年から背番号が35から62に変更された。2008年3月28日の大東京をヤクルトスワローズ戦でリリーフとして公式戦初登板。同年7月25日の東京をヤクルトスワローズ戦で初勝利を挙げる。 シーズン途中からは山口哲也と共に中継ぎの柱を担った。チーム最多の六十八試合に登板した一方でセリーグ最多の十五冒頭を記録した。十一月九日、埼玉西部ライオンズとの日本シリーズ第七戦では一点リードの七回から登板。ところが八回に片岡駅市への支給を機に同点を許すと連続支給でピンチを広げ平を広告に 決勝的時打を打たれた。結果的にチームは日本一を逃したが、シーズンオフには年俸も大幅に上がり、背番号も22に変更された。2009年開幕前、オチと共に前年に飛躍した山口とのコンビ名がスポーツ放置で募集され、応募総数1290通の中からオチと山口が選んだ風人雷神に決定した。オチは、 ライデンフォークで打者をねじ伏せる、ライジンを目指すという意気込みを見せた。同年4月30日には、マーク・クルーンの代役として、抑えを務め、プロ初セーブを記録。防御率は、前年の2.40から3.30と1点近く、悪化したが、1年を通して、山口と共に、勝利の方程式として、活躍を見せた。8月2日の阪神戦では山口が迎えたピンチを、 オチが抑えるという場面もあり、試合後には山口と自分は二人で一つとコメントした。2010年59試合に登板し、3年連続50試合以上、登板を達成。久保優也、山口哲也らと共に勝ちパターンにおける中継ぎとしての役目を果たした。シーズン終盤には不調だった、クルーンの代わりに抑えを務める場面も見られた。 防御率は前年と同水準の3.20だったが、投球回は56.1と減少。シーズン終了後、前年比500万円減の8000万円で契約公開を行った。オフには一般女性との入籍を発表。翌年4月16日には長女が誕生している。2011年開幕一軍を逃す。4月下旬に負傷した山口に代わり一軍。 昇格したが、8月8日に、再度の1軍登録抹消。8月26日に1軍に復帰したものの、登板数は42試合に止まった。シーズン終了後は復活への期待を込めて、周期キャンプの投手人リーダーに指名された。2012年は、開幕を1軍で迎えるが、4月4日の広島戦後に、登板後に、両足の違和感を訴え、19日に登録抹消。 二軍で調整を続けていたが症状は消えず、病院で診察を受けた結果、特定疾患指定の難病である黄色人体骨化症であることが判明。医師からは野球を続ければ2年後には車椅子の生活になると告げられた。手術を受けることになり、シーズン中の復帰は絶望的となった。6月28日に手術は無事成功し、7月からリハビリを開始。 8月下旬には近距離からの投球を行った。9月末にはブルペンにも入り、12月の契約公開の時点で本人曰く8割の力で投げられる程度にまで回復した。2013年一軍登板はなかったが、10月に宮崎で行われたフェニックスリーグのメンバーにも選ばれる。また、 2009年からこの年までつけていた背番号22を2013年のドラフト会議で巨人から1位指名された小林誠治に与えることが決まったため2014年から背番号を67に変更することになった2014年も一軍登板できず10月1日に球団から戦力外通告を受けたその後現役引退を表明した2015年頃 東京はザブで焼肉店を営んでいたが、現在は閉店している。時速 150km 前後の直球と、ライデンフォークと呼ばれる落差が大きいフォークボールを軸に、三振を奪う投球スタイル。投げる際に前足を大きく、前に踏み込む二段モーション気味のフォームを使用する。速球は最速時速 155km を記録し、フォークも時速 140km を超える。 また、ややシュート気味に変化する、ツーシームと、スライダーやカーブも時折投げる。その一方で、冒頭も多く、2008年には、中継ぎ投手ながら15冒頭を記録している。これは、リリーフのみで登板した投手としては、最多記録である。ありがとうございます。